好奇心旺盛なウルムくんが家族で作れるイケてるメニューにチャレンジ。イケメシ。今日教えてくれるのは直子先生です。ウルムくんよろしくね。よろしくお願いします。今日のイケメシはせーのこちら、たらこバターが癖になる食感のいい人参メニューを作ります。材料です。人参1本、たらこ1腹、このほかご覧の材料と調味料をご用意ください。まずは下ごしらえ。人参は細切りに、そしてたらこは皮を剥いでほぐしておこう。最初にフライパン温めてもらって、フライパン温まったらじゃバター入れるね。はい、バターを入れたらそこに人参1本細切りにしたものを全部入れていきます。人参を混ぜてバターを絡めていってください。はい、おいしそう。片手でね、こっちでフライパン持った方がいいよ。焼き人参ちょっと弱火にね。触れたら熱いやつだ。ウルムくんノリノリ。人参大好きなんだよね。半分の人参はバターの味が入ってるけど、まだ半分が味ついてない。ほら、しょしょしょ、こんな感じ。はい、しっかり混ざったかな。そしたらお酒とお水を入れていきます。はい、蓋をして3分蒸し焼きにしていきます。ここで今日のイケメシポイント。人参の食感を少し残したいので蒸しすぎに注意してください。3分待ち遠しいね。では人参が蒸せたので蓋を開けて水分を飛ばしていきます。混ぜてもらっていい？ちょっと中火くらいに強くしますね。そうそう、その調子。フライパンの水分がだいぶ飛んだのでたらこ入れていきます。はい、たらこを入れたらもう余熱で火が通るので火をもう消してしまってください。消して絡めてください。余熱でたらこが生っぽいままならもう一度火をつけて加熱しよう。しっかり混ざってきたね。あと器に盛り付けて出来上がりです。はい、小ネギを散らせば彩りが良くなるよ。いただきます。人参にバターの味が染み込んでてとても美味しいです。人参の食感も少し残ってコリコリしてるし、たらこのプチプチした食感もあって楽しいよね。はい、人参大好きなんだよね、ルム君。はい、これはどうでした？今日のはすごく美味しいです。よかった。これお弁当に入れたりしても美味しいので、ぜひ常備菜として作ってみてください。